生駒武史、嵐、梅谷真、栗、青山亮、平山、神谷玲子、水瀬美香。人気ライターの動画が見たいなら必勝本 WebTV 無料番組多数配信中。さらにスペシャル会員になれば攻略誌全7種の付録 DVD 動画が月々たった500円で見放題。必勝本で一発検索。おはようございます。いきます。66番ですね。こんな早い番号初めて。サラマンいきます。カードいきますわ。ちょっとカード代抑えます。うわ、出てるな。マジか。うわ、出てる台打ちたくないですね。こっち行きます。ちょっとね、今日気合い入れてる、来るんで変身してきます。では皆さん。あと、この後、この後ぜひ見てください。変身ガイドー。ありがとうございます。着替えてきましたよ。気合い入れております。本日をもう、はい、浴衣で熱い動画にしていきたいなと思います。で、30日実戦7日目となっております。昨日ね、まあゴッドでいい絵撮れたんで、今日もね、荒い絵を撮れたらいいなと思いながらレバーを叩いていきたいなと思います。またね、たくさんコメントいただいて、今回も掛け声もね、どん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 使っていくんで、ぜひそちらの方も楽しみにしていただきたいなと思います。で、朝の並びですね、約400人以上並んでる中、二号章66番でサラバンを抑えました。はい、まあね、ここまだ塊で入ってなかったんで、ここ狙いということで、狙うはもう絶頂ですよ。絶頂をとりあえず期待しててください。で、ソビーさんと二星翔太、6日間を終えた総収支がなんとプラス3432枚ということになっております。で、昨日のランキングピックアップ機種はこちら。ランキングがこのようになっております。1位バジリスク絆、なんと14300枚ですね。すごい。で、アナザーゴッドハーデスが万枚、その後も凱旋窓かスーパーリノが7000枚オーバーの出玉となっております。はい、続いてピックアップ機種ですね、番長3の方、こちらの方が出てましたね。もう一個毎回あるのがジャグラーコーナーですね。こちらの方がアニバーサリーの方となっております。さあ頑張ろう。もうね、暑いんでもう汗だくです、オープニングだけで。はい、気合い入れて回していくんで、ぜひ最後まで見ていただきたいなと思います。よし、やったるで。じゃあ気合い入れますわ。今日こそ勝つぞ。スリー、なんかすごい目で みんな見てます。頑張ります。さあ、浴衣にね、着て気合い入れてるんで、ぶちかましていきますよ、今日も。毎度いっぱい使っていくから、今日も。で、まあ、朝が66番で、サラバン抑えました。まあね、理由としてはまだ、こう、塊で入ってないっていうところ。あとは、上げ狙いですね。2日間下がってます。上げ狙いでこれまで勝率高いんで、今のところ4戦3勝か。なんで、まあ上げ狙いは十分信じれるのかなと。あと今日オリホーメンバーが1階でパチンコの紙面実践やってるんですよね。綺麗な人いるんですよ。エロくて絡みたい。さあ、でここですね、200ゲームここで、まあ、雫ステージに
けば、まあ、モード A のところなんで、まあ、変更は濃厚かなと。これかな、はい、204ゲームできましたね。変更は間違いないと。やっぱね、6日目も前立腺ですね。あれも全部200台でいってるんで。うわ、熱いよこれ、熱い。はい、おすすめ。頼むぞ。弱っ。はい、これはいったやろ。ありがとうございます。はい、238ゲームですね。投資7000円です。大好き大好き、しずくちゃん。おー、継続、よかった。あー、3つ目あかん。ダメと。はい、2回コーナー、煮干しがスロットをね、こう7回目盛り上げてるんですが、1回コーナーもなんと盛り上がっております。ぜひねそちらの方も見ていただきたいなと思います。ぜひね、俺も出ると自分で打ってるんだよ。うるさい、お願いいたします。あ、どうも、パチンコオリジナル必勝法の雲龍と申します、はい、どうもどうも。あの15日はいつもいぶし銀クラブといいまして、パチンコのコーナーをですね盛り上げております。このおじさん2人でね、うん、はい、いや、まだあのいますよ、はい、あの花も、花もいる、ね、はい、ありますから。おじさん、おじさん、おば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 さん、本当ですか。おばさん、おばさんって言ったら悪いな、はい、おじさん、おじさん、お姉さん、お姉さん、お姉さん、かわいい、はい、あ、おお、おお、いいです。パチンコ、はい、はい、どうですか、うん、僕も絡んでいいですか、うん、いいよ、よし、よし、めちゃくちゃ。ダメだ、セコンドショー、ダメだ、セコンドショー、ダメだからね、わかりました、大丈夫です、大丈夫です、はい、何、30日間やってるんですか。はい、30日間です。今日何日目ですか。今日7日目です。7日目や、はい、お、1週間、はい、もうプラってますか。今約3000枚ほどですね。あ、本当ですか。一個だけいいですか、はい、あの自己紹介していいですか。すいません、すいません、お願いします。お二人でなんかワークワークやってるから楽しそう。チャレンジ情報なんや、おじさんの陳流、陳流です。よろしくお願いします。テレビチャンピオンなのかな、おじさん。こう見えて今テレビチャンピオンって知ってる。知ってます、はい、やってました、11チャンでやってました。11チャンでこのなんかね、はい、あのちょっとずれたところの、はい、ね、帯締めはもうアントニオ猪木以来だね。燃える闘魂だね。本当ですか、燃えてます。やれるのか、おい、おじさん。じゃあ実際の方行きたいと思います。では皆さん、うん、行きますよ。お、なんだ。1、2、3、ダそっちの方が良かったですね。そっちの方、はい、頑張りたいと思います。またね、パチンコライブあるんで、ぜひこの後も見てください。引き続きあのコメントを募集してたんですよね。で、今回新しい掛け声などもね来てたんで、そこら辺もちょっとやっていきたいなと。あー、これね、煮干し正体どうぞ。これ、これ面白かった。俺が必死で考えた、オーマーコーみたいなが紹介されてないんだが、涙みたいな。できないから。できない。できたとしても今、P 入ってるから。あ、これかわいい。よかよー。これいいっすね。あ、ついで。これはもう、たけしさんなんでパクれないです。ももちゃん好きだから、ピーチ。そう、ももちゃんってね、うちの愛犬なんですよ。実家にいる。本当月1回関西で仕事があって、絶対それでももちゃんに会えるのが本当俺月1の楽しみなんですけど、今後もねまだまだ募集してるんで、ぜひコメントしていただきたいなと。あとね、本当嬉しいんが、まあこのコメントは嬉しいですね。まあ実際このハーデスの会は展開マジ恵まれなくて厳しい状況だったんですが、まあ連続実践だし、こういう日も仕方ないよね、次に来たいっていうこと、コメント
これは嬉しいですね。2枚目まあね、サラバはもう AT 入れるまではもう本当修行なんで。OK、よし、熱い、ありがとうございます。チャンスの解除ですね。343ゲーム総投資14,000円。ゴー、久しぶりにやったなこれ。あかな、なに、継続がいい、せめてセーフ。さあ頑張ろう、20ゲーム間。なになに、おい、あー引いたよ、チャンス目。さあ、変われ熱い、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 うう、赤来た、熱いよ。さあ、もろたやろ、頼むぞ。オーケー、ありがとうございます。入った、やったぜ、嬉しい、やっぱり。さあ、無事かましていこう。ピッチ、さあ、中段だったら青いただきと。鏡さんよ、 I love you。さあ大事よ、ここ。よいしょい。さあ28ゲームっすね。うわいいね、これがいいね。たま、奇跡。いやさすがにね、エクスタシー。あー何、おい、ありがとうございます。さあこれ大事よマジで。さあギャンギャン言わそう。よし、あっ、はい、チャンス目。あ、オーケー、もらいましたね。何ゲーム30と。一発やが、もっともっともっと。マジか、まあ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 、一回揃えたと。あら、はい、519枚で終了です。もったいない、今のはレア役ゼロでしたね。戻しなし。うわ熱いよこれ、クソ熱い。何、百中解除マジで。頑張り、ありがとうございます。151ゲーム弱中解除っすね。いいね、まあ結局サラバンの構成ってそのゲーム数以外での解除、まあそこのマップが結構優遇されてくるんで、こういうあたりはでかいですね。
落ちて何も引いてないっす。これは嬉しい。さあ行きましょうか。さあ行こう。うん、鏡一択よ、AT は。出しまくったんねん。あー、うい、気持ちいいっすね。イベント、うわ、熱いよ。うぅ、さあボーナスです。席、あー、でもやっぱあの瞬間たまんないですね。誰もが絶頂をやっぱ期待するんで。アガート番長で行こうかな、久しぶりに。いい感じよマジで。さあ継続するか、ここは行ってほしい。何ゲームですよね。こっからや。投手分はまくりましたね。さあラスト、よし、いいもんですね。さあ行こう、来い。さあこの後大事。あー弱い。おー強い。ありがとうございます、大好き番長。まいどー、オッケー、行こう。いいね。あー、ガミさん、ちょうどね、天国のゲーム数も行くんで。逆転ニューゲーム。あるよ。ビンゴ、最高。はい、最高。熱いよこれ。ちゃんと。ああもう最高だ。俺は幸せやわ。あとは絶頂が絡めば何の文句もない。あ、続くか。あら、頑張れ。おお、ついた。いいよ、結構熱いよ、来い。ダメか。よし、次元と。うっ、何、なんかある。もらった、ありがとうございます。ラストゲームですね。頼むマジで。ドイマドイマは却下だ。アンチか、ただ青の可能性もある。赤と
早いわ。やっぱ最近聖夜とかが多いんで、あのバントがやっぱ凱旋のスピードは半端ないっすね。さあ約出玉も1500マイト。いいよいいよ、ペースはいい。勝ったやろこれは。いや俺多分これ絶頂入りますよ、自信がある。はい、1496枚投げる。そうか、残り8ゲームと。あの、お来たよ来たよ、頼む、マジピッチ。くっそー、フィッシュも不採用。絶頂だ、絶頂だ、やったったフィッシュ採用だ。スプリーム行くぞ、やったる俺が。さあ集まってきたぞ人が。行きます、久しぶりマジで、頑張る、行くぞ、やれるやれるやれる、かっけえマジで。さあ大事よ、あー緊張してた、周りも見てる、ゾーラー行きます、うい、何ゲーム、ありがとう。青だったらね、飲むぞマジで。赤かー、青が見たいマジで。いいよ、頑張れよマジで、終わんなよ、やめて。佐賀と一緒や、みんな笑ってる。くっそー、あら掛け声言いまくりをやったのに。いやいやでもくっそー、悔やまれるな。まあまあまあ、聞けたことに意義がありますからね。頼む、あと1個でいいや。ただこれ青かもしれないです。よし、ここまで滑ったら押すね。さあギャンギャン言わそう、ギャンギャン、マジこれ満杯ロードよ。ゴー、そう外したよ、マジかよ、あやらかした、何も起きん、やばいなこれ、お大事よマジで、やらかしたー、神回やと思ったのに、契約ゼロなんですけどラストね、ゼロゲームからボーナスいて絶頂つなげて150ゲーム乗したんですが、駆け抜けと、行こう、あつい、来ましたね、え、やりすぎ。さあ400ゲームと、ここのマップ解除に来たいですね。おお、稲妻柄、しかも弁当なんで
やったった。行きます。感謝ありがとうございます。これ今多分青7なんで、ここまで昇格しちゃえば、あるよこれ、あるよ、マジかですよね。惜しかった、長番まで。まあまあまあ、青7と431ゲームです。頼む、マジかよ。やらかした。はい、陳龍さんと風龍さんの絵があったんですが、えらい方、えらい方なんですけど、やっぱり綺麗な女性の方がいいじゃないですか。綺麗な女性大好きじゃないですか、皆さんも。ということで今回お呼びしました。ぜひ入ってきていただきたいなと思います。はい、お邪魔しまーす。お邪魔しまーす。すいません、すいません、いい、暑いのにすいません、本当に。あ、いい、いい、いい、すごい、テカっちゃって、本当に大丈夫かな。急でしたよね、すいません。全然大丈夫。今日どんな感じなんですか。あ、今日ですか。はい、言っちゃっていいですか、大丈夫なんですか。あ、大丈夫なんですけど、はい、本当にもう申し訳ないですけど、喋ることがないんですよ、はい、私は。そうですね、隣の人と楽しく喋ってるぐらいで、はい、全然私の台の方が喋ってくれてないです。本当ですか。レスポンスないです。今のとこね、今のスないですけど。15はもう固定ですか。そうです、毎月15日、はい、では15日に、天王寺ホールさんに来れば、はい、お二人にはちゃめちゃメンバーが、そうです、はちゃめちゃメンバー会いしますので、はい、ということですね、はい、そうです。ぜひお近くの方は遊びに来ていただきたいなと思います。はい、はい、では夕方ですね、店内状況を見ていきたいと思います。もうすごい、左から奥と転生コーナーですね。とてつもないことになっております。まあ、10台あって6台プラスですね。ここの聖夜ラスト1229あるんですけど、2000ゲームのおたらしです。やば。あとこちらも聖夜が5000枚。はい、とんでもないことになっております。はい、これハーデスの別積みで、右が凱旋の角で7000枚オーバー。あー、すごいわ。ハーデス半分別積みで、凱旋も別積みが何台かと。で、まあ昼の時点で気になってたのがこのマドカの初代。お客さんは変わってないですね。朝からカウンター持ってる人が粘ってて、7台中5台プラス。はい、モンハン6台中3台勝ちか、半分ですね。で、一撃でないこのバジリスク絆。バジルスクはやっぱ真ん中が強いと、今日もって感じですね。さあ、あとはジャグラコーナーっすね。ここなんか塊で設定入ってそうっすね。7台中5台プラスと。はい、店内くるっと回ったんですが、やっぱり強いのは北斗転生コーナーかなと。あとはメインどころのバジルスク絆、マドカマイカー、こちらの方が今日も強かったという印象でしたね。あとジャグラコーナーっすね、注目していただきたいのは。まあ、毎回どっかしらあるんで、そこ今日はマイジャグだったのではないかなという印象です。ただね、やっぱノーマルなんで、夕方にならないと、夕方っていうかね、稼働がね、もっと上がらないとわからない部分あるんで、ちょっとそちら辺は明日の動画で確認していただきたいなと思います。またね、詳しくは必勝本ウェブサイトの方で確認できますので、そちらの方をご覧ください。毎度実戦終了しました、お疲れ様です。早速結果の方はこちら。しっかりね、プラスで終われたんですが、まあ、絶頂を引いたのは煮干しそれかと思ってる方多いと思うんですよ。大丈夫、俺も持ってるから。悔しい、悔しい。でもね、まあ、しっかりプラス収支で終えることがね、この企画大事になってくるんで、はい、3万枚に向けて今いい状態で来てるんで、今後も頑張っていきたいなと思います。でですよ、絶頂は引けたんですよ。絶頂引きたい引きたいって朝言ってて、本当に引けて有言実行、煮干しとやったったと思ったら、なんと掛け声の方が
またしくりまして、シュプリーム、プリマ、フィッシュ、この3つやっぱ気に入ってるんですよ、はい、すごく気に入ってまして、はい、3つ使ったんですが、まだまだ募集しております。はい、もうね、どんと募集しております。こちらの方ですね、はい、もう募集しておりますので、ぜひね、お声掛けの言葉、皆さんお考えください。でもね、本当今日実は嬉しいことがあって、ま、毎度朝言われるんですけど、あ、シュプリームだって言われたんですよ皆さん、シュプリームです、はい、ですのでね、まあ、これもどんどん使っていって覚えていただきたいなと思いますので、皆さんこれからもね、ぜひ応援していただきたいなと思います。煮干し残り10日間あります。まだ10日間ね、ぶっ飛ばしてぶちかましていきますので、ぜひお近くの方は応援に来ていただきたいなと思います。明日も見てください。ありがとうございました。